仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ、アラバスタへ。ルフィ役を務めさせていただきます宇野昌磨です。本当にこのギネプロという形ではありますが、無事終えられたことをすごく安心したり、すごく楽しかったなっていう感想もありますが、またもっともっとよくできるぞっていう気持ちもあるので、これからがまだまだ楽しみですし、またたった10公演しかないという気持ちで、そしてこの1ヶ月と少しの練習期間、とても長い練習期間ではありましたし、長時間の練習に皆さんたくさん出ていただいて付き合っていただいて、本当に素晴らしいものになったと思いますし、また僕はその期間が本当に一日一日がとても楽しかったですし、このワンピースオンアイス、まだ本当に明日から皆さんのお客さんの前で滑らせていただくっていうことではあるんですけれども、本当に今からすごい寂しいような、まだまだもっと皆さんと一緒に滑っていたいと思う気持ちで今はいっぱいです。本当にこのワンピースオンアイスっていうものを、もう演者はみんな全力を出し切っていると思いますし、本当に素晴らしいものに絶対なるって確信はありますけれども、またこの作品を皆さんに見ていただいて、どのような感想が出るのかっていうのが本当に僕たちもすごい楽しみです。ありがとうございました。BB 役を務めさせていただきます本田真凜です。今日は皆様の前で演技することができて、普段のアイスショーだったりとか自分の試合とはまた違ったこう緊張感だったり、ドキドキワクワク、新しい感情の中滑っていたんですけれども、自分的には今日は本当にうまくできたんじゃないかなと思っています。ビビは今回のストーリーで本当に大切なこう、責任のある役だなと自分自身も本当に思っているので、その役をこう全うできるように頑張りたいと思います。明日からもよろしくお願いします。波役を務めさせていただいております本田美優です。ギネプロという形ではあるんですけれども、初めてお客様の前で披露するというのが今日が初めてだったので、ここで拍手をいただけるんだとか、ここは入り込んでいただけて拍手が起こらない場面なんだとか、本当に新しい発見がいろいろありまして、計10公演ですか、10公演という中で1公演1公演新しい発見があるんだろうなと、さらに本番にワクワク感が足されました。無事終えれてよかったなというのが率直な感想です。ありがとうございます。ウソップ役を務めさせていただきます織田信成です。今日のゲネは思ったより、ウソップというよりも自分らしく自然体で演技ができたんじゃないかなと思うので、これから始まる横浜公演、そして名古屋も楽しく、麦わらの一味、そしてキャストのみんなと盛り上げてきたらいいなと思ってます。ルフィらしく本当に喜怒哀楽が本当に顔にすごい全面的に出るキャラクターだと僕は印象強いので、僕は割とそういう、何ですかね、顔に表情を出すっていうのをやってこなかったので、難しいことではあったんですけれども、本当に一人一人にそのアドバイスもらいながら、どうやったらこの大きな会場でそのお客さん一人一人にそれが伝わるのかっていうのを毎回動画見たり、本当に一人一人のアドバイスもらいながらできて、少しずつですはあるんですけれども、僕なりにすごい達成感といいますか、もう全力でやりきっているぞっていうのは出しているんじゃないかなと思います。まず夜お稽古が終わって寝る前にアラバスタ編を一回こう絶対見て、で何ですかね、細かい、例えば今回アニメとか漫画とかでは映されていないこうビビのシーンっていうのを表情では皆さんから見えていると思うので、そういう時にこうビビはどういう気持ちでどういう表情でみんなのことを話を聞いているのかとか、そういう部分をよく考えています。皆さんすごくたくさんお話をしてくださったんですけれども、私は普段自由業では本当眉毛の小さい動きとか目の少し動くとかそういう努力をしてきたので、でも氷に立つとそうじゃなくてもっと大げさにちょっと大きすぎないかっ
ってぐらいの大きくないと遠くのお客様に見えないので、私自身が一番普段とは違う練習をしなきゃいけなかったので、正直すごく苦労したんですけれども、私から言いたいのはですね、もともとは、声優さん、声ですね、声が入っているものに、口パクというか声を出して演じていたと思うんですけれども、本当はリハの時はそういう指示はなくて、本当はもう氷に集中、滑るのに集中だったんですけれども、ちょっとできるかもねって振付師さんがおっしゃった時に、次の日の朝にルフィさんがもう完璧にセリフを入れて演技をされてるのを見て、私はすごくビビッときて、ビビだけにじゃないんですけどすいません、ビビッときまして、そこで私はすごくスイッチが入りましたし、皆さんもルフィ宇野昌磨さんが常にやっぱり先頭で皆さんを引っ張って自ら率先してくださっているのが本当にルフィのようで、かっこいいなというところを皆さんにも共有させていただきたいです。